こんにちは、小笠原です。今回のテーマは弁前する本さん、すなわち弁前のする本家というやつをやってみたいと思います。弁前する本さんなんですけれども、これはですね、刺激臭のある灰色から黄色の吸湿性の結晶で、水によく溶けて強酸性を示すものになります。で、この SO3H のところですけれども、こういう書き方、二重結合で書く書き方と灰結合で書く書き方があります。これは硫酸をイメージしてもらうと、ここの S のところですね、二重結合で書いたり灰結合で書いたりします。灰結合の場合にこんな書き方になりますね。この S の共有電子を一方的に O に提供している、これが灰結合になりますので、この灰結合で書くこともあるし、二重結合で書く、実際はこの中間ぐらいの感じですね。どちらかというと灰結合よりというふうに思われます。それから後でちょっと弁前する方、ナトリウムっていうのもちょっと実験の時に出てくるので確認しておくと、これは白色光沢のある万力結晶になります。これは円の形になります。さて、ここではね、弁前に濃硫酸を加え加熱するとどうなるかということで、この実験やってみましたので、動画の方をご覧ください。これ2ミリのやつ使って、3が下だ。このようなところに2層になってるね。はい。これどうするの？1層になるまでやろう。1層になるまで。結構時間かかりそうだよ。それぐらい。実際の実験こんなそんなに5分で結果が出て次々って感じじゃない。動画としてはすごい地味なの。楽しいよ、楽しい。しわ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 。子供だもし。ぬる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 。戻します。再利用って。再利用で。はい。とりあえずまずリードを完璧にするっていう。でももう遅いか、まずいな。いや、意味あるんですよ。だから今日は全然役に立ってないから反省してる。いや、それ薬品とかさ、こぼれてたから。最後料理水で洗うんですよ。切られてないかも。あれ
もうじゃあやるそろそろ。はい。こっち入れてから寝れる。で結晶でかくする感じ。うん、話すやばいけ。大丈夫。すごい上から撮りたいんだけど。ちょっとやたらつきたいが逆に発生する発生する。ちょっと固まってる。あ、ごめん、ちょっと黙ってて。はい、はい、今行った実験ですけれども、こちらの方がベンゼンに濃硫酸を加えて加熱しました。そうしますと置換反応が起こってベンゼンスルホン酸という物質ができる。こちらの方が実はスルホン化という反応パターンなんですね。スルホン化というふうに言います。だからこれベンゼンのスルホン化なんです。で、2層だったものが最後1層になった、その状態がベンゼンスルホン酸ができている状態なんですけれども、まあ、これ硫酸とベンゼンスルホン酸が混ざり合ったのような状態で、視覚的によく分かりませんので、まあ、酸も強酸ですからね。A 班見たところでやっぱ強酸ですの で、 でその後動画の方では飽和食塩水に入れて、ベンゼスルホン酸ナトリウムの形で結晶化して、まあ、目に見える形にしたんです。で、この反応ですけどちょっと簡単に見ますと、硫酸を H2SO4 を、まあ、ここ配結合で書いてありましたけれども、濃硫酸が脱水の働きがあるって考えると、ここから水を取ってあげてくっついたと。そうしますと H が SO3H に置き換わってますの で、 でスルホン化になってますので、この反応は置換反応で、これはベンゼンのスルホン化というふうに言われているということになります。